お母さんが悲しいです。 He is very sad. とても悲しいです。 ナルトのアニメに関わって大体 5、6 年なんですけども、 全部で、まあ何回出たかって言ったら多分1年も出てないんですよね。なので、出番的にもちょっと寂しいものがあったので、やっぱり悲しいですよと訳してみてください。 He's been involved with Naruto for about 5-6 years, but the time that he actually got to do the role itself was a year and it was very short, so he was very sad. にプラスして、やっぱりね、自分がやってきた役が死ぬのは、やっぱり悲しいことですよね。自分の身を削られた感もありますので、やっぱり寂しいです。はい。Also, it's very sad that a character that he was doing died. It's like being, I guess it's like a part of you dying along with the character, and it makes you feel a little bit lonely. あの、2つ目は、たくさんの声でお色気の術をやっていただきたいということです。お色気の術。まあ、死んだし、何やってもいいと思うんで、作品とかで。お色気の術。何をするんだろう。お色気の術は何をするんだろう。 わかりません。ごめんなさい。<笑>